明けましておめでとうございます。はい、こんにちは。パフォーマンスユニットマジメイトの大月です。皆様いつもマジメイトを応援してくださりありがとうございます。早速ですが、マジメイト2016年の抱負をここで発表したいと思います。抱負というか目標なんですけどね、大きく2つあります。まずその1、マジメイトのファンを増やす。はい、これはですね、来たるマジメイトの公演のために今よりももっともっとたくさんの方にマジメイトを知ってもらいたい、そんな1年にしたいと思います。具体的にはですね、ツイッター、フェイスブック、ノート、あとツイキャスですねのフォロワーさんをどんどん増やしていきます。はい、数字はねちょっとこちらに目標がありますんで、あくまでね目安なんですけれども、もうたくさん一人でも多くの方に私たちマジメイトの存在を知ってもらいたいということで、皆さんにもぜひご協力をお願いしたいと思います。日頃からですね、Facebook を見てくださっている方は、いいね、シェア、それから Twitter の、フォローを、ね、してくださっている方はリツイート、いいねなどなど、拡散をね、もしよかったら、ご協力ください。お願いします。で、もちろん私たちも皆さんがこう自然にね、いいねとか、シェアしたくなるような内容を投稿できるように、今まで以上に、充実させるべく頑張りますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。はい。その2、抱負その2です。は、マジメイトのメンバーを増やす。はい。これはですね、今マジメイトメンバー数人いるんですが、そのメンバーに加え新たなメンバーを募集してマジメイトの、ユニットをもうより楽しく面白いものにしていきたいと思います。募集の条件はただ一つ、真面目であることです。はい、歌でもダンスでもお芝居でも、何でもいいです。演奏でもね、何でもいいです。何かやりたいことがある方はぜひぜひ、真面目とまでご連絡ください。はい、私たちと一緒に何か人をねこう笑わせたりとか感動させたりするようなパフォーマンスをやりませんか。よろしくお願いします。はい、でもちろんですね、私表方はできないけどちょっと裏方として参加したいなっていう方も大歓迎です。例えば脚本を書いたり、映像を編集したり、ちょっと絵を描いたり、詩を書いたり、何でも OK です。作詞作曲でも何でも OK です。なのでもうどういう形でもいいので、ぜひぜひ真面目とメンバーになってください。はい、で裏方もできないな、ちょっと恥ずかしいな、だけど真面目とサポートしたい、応援したいという方は、ぜひツイッターとかね、フェイスブックとかの私たちが投稿した記事を拡散することで、マジメイトメンバーの一員としてサポートしていただければと思います。はい、もうあなたがマジメイトかな、私ちょっと真面目な方かなと思ったら、もうマジメイトです。はい、あなたもマジメイトです。ということで、2016年は、その1、ファンを増やす。その2、真面目とメンバーを増やす。この2つを2本柱にして頑張って今まで以上に精力的に活動をしていきたいと思います。もっともっと真面目にふざけますので、皆様引き続き応援の方よろしくお願いいたします。2016年も真面目と頑張ります。バイバーイ。